はい、皆さんどうもこんにちは、隊長です。今回ね、大江が来てます。ここで一つお知らせが、インスタグラム見てる方だったら知ってるかと思うんですけど、隊長今回この破壊というね、新しくできたブランドのフィールドモニターにお買いになりました。で、今回の調光でスピニングとベイトで、ベイトの方が 70MH とスピニングが 64の ULS、 今回このね2本を使ってやっていこうと思います。で、インスタグラムやってる方ね、破壊のアカウントフォローされてない方はぜひフォローしてください。概要欄の方に貼っておくんでよろしくお願いします。まだテスト段階なんで、使ってみてどんな感じなのかやっていきたいと思います。レッツゴー。今日はね、大江川やっていきたいと思います。で、朝一まずトップ深ベイト、ジョイント深ベイト投げていきます。なんかね、すごい流れてる感じが、すごい流れてるような感じがする。ちっちゃいベイトがめっちゃいるね。なんかの稚魚。とりあえず朝一はね、トップでやっていくんですけど、来てるバス、ちょい移動。反応なし。NEXT。
よし、きたー、よいしょー、かわいい、かわいいサイズです。ドリフトフライジグヘッド、ありがとうよー、バイバイ。ロッドアプロトの破壊 64ULS で、ドリフトフライのジグヘッド、ホバストでゲッチュ、かわいいサイズでした。ちょっとサイズアップ狙って頑張りたいと思います。レッツゴー。うわー、今食ったな。うわー、かわいい、かわいいサイズ。2匹目、バックンチョ、バックンチョ、ドリフトフライラストマン、ありがとうよ、バイバイ。ナイスジャンプ、あのサイズだな、釣れるの。でかいのおらんか。移動、いいサイズじゃない、これ。いいサイズよ。頼む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 。ふかしてくれ。うわ、いいサイズ、いいサイズ。うわし。うわしよ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 し。よし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 。よし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 。うわうわうわ、めっちゃ潜る。よいしょー、しっしゃー、しゃー、来ました、ドリフトフライ、 A サイズ、 A サイズ来たぜ、来ました、いいバス、粘ったかやった。はい、いいバスです。
サイズ測りたいと思います。さあサイズは47センチ。ということでね、キャッチできました。この破壊のプロトスピニング、S64ULS ウルトラライトのソリッドティップミドストで釣りました。ワームがドリフトフライエラストマー3インチで、ジグヘッドがね多分これ 0.6 かな。でラインがこれ3ポンド巻いてます。リールが ITX-CB の C2000SHA ですね。奥間のリール。返すプールがあるんでね、朝一は T 巻いて使ったんですけど、途中で風が吹き出したんでちょっとボトム系やろうと思って、この返すプールの方にフロロの3ポンド巻いてあったんで、そちらに付け替えて使いました。ぜひね、概要欄の方に破壊と奥間のリンク貼っとくんで、皆さんよかったらチェックしてください。あとね、インスタの方フォローしてない方はぜひよかったらフォローしてください。破壊の方はね、来年2025年発売予定なんで、お楽しみに。残り時間やっていこう。